し、できたっと。今日の詩人は2体目か。ヒカル、震えてますね。怖いんですか？そんなわけないだろ、武者震いだよ。それは頼もしいね。来たようだよ。玄武を任したのはお前たちか。おや、震えてるじゃないか。この朱雀の炎で温めてやろう。余裕かましてられんのも今のうちだけだぜ。覚悟しな。威勢のいいことだ。どれ、ちょいと腕を見てやろう。時間の無駄だな。では行って。遠慮してるの。それ、ここ。
りだ。終わり。まさかそんな。どうしたんだ、今度はそっちが震えてるみたいじゃないか。玄武同様、お前も封印されろ。詩人よ、本来の席である都の守護へと立ち返れ。なんと人間風情にこの施策が破れるとは。礼を言おう。人間の力というものも捨てたものではないということか。よし、勝った。二体目も封印したか。正直、この絵がここまでやるとは思ってなかったよ。感心した。なんだよ、急に褒めて。気持ち悪いな。今の戦いは、お前にもらった御神刀の力に随分助けられたからな。あんまり自慢できねえよ。いや、あの刀は、持ち主の力に合わせて強くなるんだ。刀の強さは、この絵の強さだよ。そうか？よくわかんねえけど、とりあえず褒められとくか。おはようございます、ヒカル。いつもお勤め、ご苦労様。さて、今日も頑張っていこうぜ。そうですね。元気ね、総裁。どうかしたのか？そう見えていますか？見えるも何も、思いっきり顔に出てるって。どうせお前のことだ。ザマ様たちが撒いてる悪評を気にしてるんだろ。帝への手加減も知らぬ不作法者とか言われてること。あ、悪い。改めて言うことないよな。でもそんなの気にすんなよな。少なくともお前は間違ってるだなんて思ってないんだろ。帝に勝っちゃったこと。はい、勝ったことについては今も後悔はありません。だったらいいじゃん、気にしなくても。俺たちは俺たちがすべきことを頑張ろうぜ、サイ。そうですね、頑張りましょう、ヒカル。
こうか。はい、出かけましょう。で、どこ行く？いらっしゃいませ、サイ様。ご指導よろしくお願いします。俺もいるんだけどな。ごめん、この絵。でもね、教わるのはサイ様からだから。正論のような気がする。いや、納得しちゃダメだ。負けないからな。サイなら。情けないですよ、ヒカル。それでは早速、指導後を始めましょうか。よろしくお願いします。まずはこういくか。いいこと思いついた。いいこと思いついた。
ちょっとまずいかな。しまった、やられちゃったか。そろそろいいよね。この勉強、頑張らなくちゃ。すごいです。サイ様、ご指導ありがとうございます。それとこの絵も、それからこちらの品、お役立てください。サイ様が無事でありますよう、私いつも祈っておりますわ。敵は誰だ？白虎か？青龍か？一足飛びに敵の親玉でも来たりはしてないか？いや、占ってみたが今日は分からなかった。ただ昨日より強い相手のことは確かだ。そうか、よし頑張るぞ。よろしくお願いします。Thank you.
それでは私はこちらに。お二人とも確かに打ち終わりましたね。それではサイドの、また夜に。お疲れ様、近衛君。みんなもお疲れ。で、今日は誰を連れてくよ。遠慮はするなよ。いい選択だぜ、近衛。これで今夜の負けはなくなったな。さて、今日の報告をまとめなくちゃ。